日本語コンテッペイ、日本語学習者の皆さんをいつもいつも応援するポッドキャスト。今日もオノマトペ。ですね、ちょっと外がうるさくてすみません。ちょっと近所で工事をしてますね。聞こえますか？ちょっとドリルのような音、ギーギーという音が聞こえる。ちょっとうるさいですけどね、しょうがないですね。はい、次の、オノマトペ、ね、前回ペラ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 やりましたね。日本語がペラペラになりたいです。そしてこの本はとても薄いペラペラな本だ。はい、次ですね、変な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 というのは、なんかこう、これも擬態語ですね。音は、あ、またこの飛行機の音、ゴーという飛行機の音が聞こえてきました。うるさいですね今日はなんかうるさいぞ。はい、次、変な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 というのは力がなくなることです、ね、力がなくなる。なんかこう、そうですね、例えば JLPT のテストがあるでしょ。 JLPT のテストがあって、テストが終わった時、はあ、疲れた、変な変な、ね、となんかもう今までの元気がなくなってしまった、ね、そういう時に使います、変な変な。で、ヘトヘト、これも同じですね。ヘトヘト、疲れた時、ヘトヘトになった、ね、これはね、結構使いますね。大丈夫、元気、なんか疲れてるよ。そう、もう今週は仕事が多くて、ほんとヘトヘト、ね、ヘトヘトになっちゃった、ね、こういうふうに使います。もう最近ヘトヘトですよ、ね、ヘトヘトっていうのは本当に疲れてる時。これをね、使うとちょっとレベルアップですね。はい、今週元気ですか、ね、あ、ちょっとヘトヘトですね、もう金曜日だし、今週は仕事が多かったです、もうヘトヘトです、ね、すごく自然ですね。ヘトヘト、ヘトヘトを使う外国人は本当に少ないと思う。でも日本人は多分みんな使います、ヘトヘト、ね、ちょっとヘトヘトだよ、ね、はい。次、ベタベタ。ベタベタは油とか、なんかちょっと、気持ち悪い感じですね。例えば、まあ料理をして、こう油、ね、オリーブオイルとか油がこう手についたりしますよね。そうするとベタベタします。なんかオイリーで、なんかこう汚い感じ、これをベタベタと言いますね。はい、次、ペコ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 、はい、ペコ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 も意味が2つあります。1つはお腹が空いたこと、あ、お腹が空いてペコペコだ。でもう1つは、なんかこう、ごめんなさいということをたくさんすること、ペコペコする、ごめんなさい、あ、すいませんすいません、本当にごめんなさい、すいませんすいません、なんかペコペコしているね。例えば、あの人はいつもペコペコしているというのは、そうですね、いつも謝っている、いつもごめんなさいごめんなさいと言っている。まあ多分仕事とか、わからない、いろいろなことにね、奥さんとか、ごめんなさいごめんなさい、奥さんに謝っている旦那さん、ペコペコしている旦那さん、ね、そういう使い方、ペコ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 とペコ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 、お腹がペコ、お腹がペコペコですね。そして、あの人はいつも謝ってばかりいる、謝っている、ごめんなさいごめんなさいといつも言っている、ペコペコしている、ね、そういうふうに使います。それではまた皆さん、チャオチャオ、アスタレゴ、またね、またね、またね。